はい、それじゃあ皆様画面は配信って見えておりますでしょうか。で12時半から始まるということでちょっと4分遅れ5分遅れになってますけど申し訳ありません。はい、ゲームセンターで RTA、ゲームセンターでやる RTA イベント、これ初の試みということ、まあ、みたいでしてね、これからツイッチ、まあ、じゃあ RTA ジャパンですね様の、チャンネルをお借りしてライブ配信、ここ、大阪南室町ゲームセンター後発から行っております。はい、皆様の方でお手元でスケジュールとかって見えますでしょうかね。まあ、12時半から最後のインド、1時5分からウォーザードなど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 、はい、続いております。はい、そして、最初の、ゲームセンターで RTA 第1回目の12時半からの、タイトル最後の人道、こちらが、エニーパーセントの、ワンコインクリアじゃなくてワンコインクリアチャレンジですね。ですのでこちらは、ゲームオーバーになってもコンティニューして継続して最後までクリアするまで続けていただきます。はい、そして、走者は村松さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくです。はい、それじゃあですね、こちらはい、で先日の、RTA in Summer ですねの方でも、最後の人道を走られてました、かわいいライオス様ですね。はい、そちらの方とタイムの開始と終了を合わせまして、開始の方は、スタートボタンを押したら開始で、終了は最後の、エンディング後のザ・エンドの表記が出たら停止という形で計測させていただきます。はい、それじゃあですね、さっ、はい、ちょっとだけお待ちください。今機材あ、 OK ですか。はい、じゃ OK ですね。はい、じゃあそれでは遅れて申し訳ありません。じゃあ走者の方好きなタイミングでおスタートの方をよろしくお願いいたします。はい、はい、3210で0の瞬間にスタートボタンを押しますので、はい、よろしくお願いします。はい、いきます。3210、はい、スタート。はい、グッドラックです。はい、始まりました。ゲームセンターで RDA、 はい、最後の人道走者はこちら村松さんでございます。はい、最後の人道はですね、おそらく、まあ、知らない方の方がいろいろ多いと思いますので、まあ、簡単に解説の方だけ行わさせていただきます。はい、こちらの方は、まあ、見た目、まあ、見ての通りの、まあ、アクションゲームで、まあ、レバーで移動で、攻撃ボタン、ジャンプボタン、そしてちょっと画面の配信の方ではこれもしかして、画面下が見切れてるんですかね。こちらなんか基盤で配信した際に、ちょっと下の武器、ね、相手の武器画面が本来はちょっと見えてるはずなんですけど、こちらがちょっと切れちゃってますね。はい、で、こちらはですね、刀、手裏剣、鎖鎌、爆弾という4つの武器がありまして、まあ、こちらの方をいろいろ駆使しながら、まあ、進めていくゲームとなっております。はい、で画面の方ではですね、こちら主人公月影くんですね。月影くんは今2人になっている状態ですね。こちらが、まあ、アクションゲーム特有のパワーアップで行いまして、分身でまた武器のパワーアップ、それぞれを駆使して進んでまいります。そしてもう画面の方はもうすでに一面のボスまでもう到達しますね。早いですね。まあ、大体このゲームが、この走者村正さんですね、こちらの方が、クリアまでに、まあ、最速タイムでおおよそ、まあ、11分30秒ちょい、34秒ですかね。で先日の、サマーの方の記録では、ライオスさんが、12分でしたかね、まあ、それぐらいの方で走っておりますので、で言ってる間に終わります。まあ、大体昔のゲームということで、まあ、1面は遊ばせて、まあ、くれるというゲームなんですけど、大体2面、3面、4面、5面からっていうので、はい、難しくなってまいります。お、はい、それでは早速2面ですね。そしてまだ、はい、こちらですね、やっぱりその昔のゲームということもありまして、ゲームの方が、まあ、音声が片方しか入ってないということなんですけども、こちらちょっと基盤の使用上そうなっておりますので、こちら大変申し訳ありません。はい、さあそれはですね、まあ、小気味よく小気味よく、まあ、順調に、進めております。はい、はい、こちらの方がですね、今画面の方でこの爆弾が飛んだり、雑魚が走ってきたり、火の玉がっていうことなんですけど、こちらのゲームがですね、あの昔の、まあ、アーケードゲーム特有のですね、時期がパワーアップすると、まあ、ゲームの難易度が、まあ、どんどん上がっていくという内容になっております。ですので本来であれば
まだ、パワーアップの余力は残してるんですけども、そこをあえて残すことにより、まあ、クリアを極力簡単にしていくっていう方針で進めております。そして言うてる間にも2面でボス、攻撃者ですね。そして殺す早いですね。この爆弾がですね、やはりボスを倒すときに一番有用な武器になっておりまして、こちらの方で、まあ、瞬殺を目指して進んでいくとなります。そしてそうですね、まあ、このゲームの見どころですね、見どころとしては、まあ、1面2面っていうのがだいぶ、まあ、簡単ではあるんですけども、まあ、このように3面4面5面とこの辺りからだんだん殺意がむき出しになってきますね。ですのでここからもうなんか配置ガチャがダメ、もう大変難しいようとなってまして、さらにですねこちら敵の方がいろいろ湧いてると思うんですけども、こちらの出現タイミングなどが完全にランダムでして、これパターン化できないんですよね。パターン化できないので、まあ、どのように、まあ、出現した敵をまあ、倒していくかっていうところがもう本当にもうプレイヤーの腕次第っていうところですね。なのでこちらはもうパターンとかではなく、まあ、走者の村正さんがもう完全にアドリブで気合で今ゲームします。いや少し今配信にも載ってると思うんですけど、村正さんのこのあかんっていう声があれ乗っていたらあかんねや。はい、でこちらも今パワーアップしてるんですけど、まあ、こちらが先ほどもあった通り、まあ、パワーアップすると、ね、ゲームの難易度が上がっていくということで、ボスの耐久度が上がります、はい、ボスの耐久度が上がっていきます。はい、でまだボス、このゲームはまだボスはまだまだそこまで強くなかったりするんですけども、道中に出てきますまあ、侍であったり、あの袈裟をかぶったあの尺状を投げてくる敵ですね。雲水って言うんですけど、雲水であるとか、まあ、4面ですね、4面で、そろそろ出てきますかね、侍刀を、まあ、振ってくる敵がいるんですけども、そちらの、まあ、耐久力が上がってくるんですね。で本来2発3発で殺せるところがこれですね、侍、はい、これが 4,5 発となると後々に厄介な敵として、まあ、月影くんの前に立ちはだかるようになってきます。はい、でまたこちら RTA という形で、まあ、進めてはいるんですけども、まあ、実際の通常プレイにもだいぶ通じるところもありまして、はい、こちら、この進め方でいくと、あの RTA だけでなく通常プレイの方も、まあ、こんなゲームクリアできないよとか難しいよっていう方は、ね、こちらの動画の方を参考にしていただけましたら、まあ、通常プレイの方でも大変役に立つのではないかなと思います。はい、はい、ここまでね村松さんがいろいろ言うてましたけども、なかなかいいタイムで進めてるんじゃないでしょうか、ね、まあ大体ねここの、4面ですね、4面までノーミス、まあ4面までまあまあノーミス、5面もまあまあといったところで、ちょっとずつこれは心拍数が今上がってきてる状態ではあるのかなと思います。はい、そしてこれが4面のボス呪縛石ですね。こちらの方が、石自体には当たっても大丈夫なんですけど、こいつに押し潰されちゃうとゲームオーバー。はい、そしてこの石の、各四隅上下左右ですねについてる判定を全部潰すとクリアっていうことですね。はい、4面クリア時点で、まあ、大体でも自己ベットのタイム差が大体20秒ぐらいですね。いいタイムですね。この一発勝負ってことで、今日ね、この RTA っていうイベントで、まあ、村松さんっていうか、まあ、基本的にはあまり表に出てこない人ではあるんですけども、こちら表に出てきて、こういう舞台で、やっぱ一発でやるっていうのは、おそらく初めてなんではないかなと思いますので、それを抜きにしても、いい感じですね。はい、そしてもう5面のボス、風魔9人衆ですね。あーやってしまった。ここで一落ち、なかなかそうですね、なかなかあそこで一落ちするようなボスではなかったのですが、ちょっと焦っちゃいましたかね。まあ、ただまた、一度死ぬと、まあ、パワーアップがそれぞれ最低ランクまで下がるんですけども、まあただごめんっていうのがもうルートっていうのは完全にそうパターンができますので、まあ、リカバリは容易かな。あ、一度ある、ありません、二落ち。一度死ぬと続けて死ぬというこのアクションゲーム特有のこの負の連鎖、ここはちょっと断ち切っていきたいですね。
まあありますね。あ、最悪。落ち着け、落ち着くんだ村山さん。落ち着くんだ。でまた今日はね、そのできれば1ワンコインクリアが良かったっていうのもあるんですけども、まあまあクリアまでとりあえずやっていただくということですので、まあ村松さんの方も気を張らずに楽しくゲームセンターでゲームをしていただけたらなと思います。はい、まあゲームセンターそういうとこなんでね。はい、さあここのルートがですね、この岩場と木の足場ですね、こちらの方を伝って伝って上に登っていくというステージですね。取りたくなかったけど、はい、こちらねパワーアップあまり取りたくは確かにないんですけどね。ただこちらがですね、この利点としてこのボスを倒した瞬間、あのこれ残ってますと次の面にあちょっとだけ持ち越しできるんですよね。ですのでパワーアップと引き換えに6面の、まあ、少しの部分だけをまあ、ちょっと楽に進めるという状態になります。そして6面ですね。はい、まあ、大体まだ、2分ぐらいしかロスがないのでまだまだ大丈夫でございます。はい、かった。そして6面、このゲームの見どころであり難関であり、そしてこのゲーム一番楽しいところですね。見てください、この敵の数と飛び道具とこれ全部ランダムなんですよ。いいですね、もうとりあえず出しとけっていう感が伝わってきて僕は大好きです。はい、そしてですね、ここでゲームの難易度が上がることによってこの尺状を投げてくる運水、この侍、この複合、そしてこれ6面後半ですね、6面後半からはこのタコの忍者が飛び交い、そして落ち武者ですね、そして侍、これを全てアドリブでどう対処するかっていうのをもうその場その場で決めています。はい、いやいいですね。でも5面で死んだけど6面をノーミスで進めれているのはかなりでかいですね。大体このゲームで、ね、死ぬところっていうのが6面とかなってくるんですけど、これはもう6面も近くですね。そしてアンチパターンが普段とは違う、あまり見ない、そして何か上を何しろか何をするんだ、そして爆弾を投げる、タコが残ってたから、はい、タコが残っていたから確かに気になりますよね。はい、そして今これちょっと配信で分かりにくいんですけど、下にあの落ち武者が湧いてきてるんですよね。はい、ここが、何匹でしたっけ、9匹か10何匹か出てくるんですけど、はい、これをあの敵が出てきてるんですけど、こちら全部倒したらではなく、こちらって実はあのタイム制になってまして、はい、これはその時間だけ耐えればクリアとなります。そしてこのゲーム今、小高い丘に乗っているのと右側のちっちゃいくぼみですね、そこがアンチになってますので、そこにいるだけでクリアです。そして言うてる間にもう斜めラストですね。さあここで、ね、この最後の忍道名物縦穴というものが待ち構えているんですけど、それ以前にですね、こいつですね、無名尺人、お通称オキナっていうこの雑魚ですね。そう、私も最近まで知らなかったんですけど、このオキナがね、この月影くんの両親を殺したらしいですね。あの最後のボスではなく実はこいつだったっていうことを知りまして、あ、そうなんだ、ただそれぐらいのでも強さ硬さは持っているので、このオキナをきれいに対処して、あとはこのガス自体は、まあ、パターンですので、ここの位置を気をつけて危ない疑惑の判定。この侍を抜けて毒ガスを抜けてもう侍大丈夫、そして最後の忍道名物の縦穴ですね。唯一このゲームであのランダムしかないゲームの中で唯一パターン化ができるんですけども、これがこの速さでどこのルート取りをして進んでいくかっていうのはまあ、なかなかに理不尽ですね。ワンクイーン初見では確実に無理なところですが、村松さんここ綺麗に抜けて、そしてこのルートは極力ボスの近くを陣取る形で、そしてラスボスです。そしてこのここが最大の運ゲーポイント、この運ゲーを一発で乗り越えれるか村松さん、この緑の無理だったですね。これがですね、プレイヤーの速度より速くてですね、もう運ゲーなんですよね、完全なる。そして、ゲームオーバーなりましたけど、あ、コンティニューで、はい、クリアしてください、いきなり縦穴から始まるっていう、
そうか、ここで混乱するとこういうことになるんですね。さあ、あとはラスボス何回目で殺せるかチャレンジですね。ただいま時間はね、まだ13分ですので、まあ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 、それでも早いでしょう。13分。お、今そっち12分40秒ですかね。はいはい。さあ次こそ2度目の大促進物ですかね。大促進、ああ緑緑、お祈りが足りない。日頃のお金ですねこれは、村松さん。はいね、普段はねやっぱり本職忍者ではなく、今週はサムライスピリッツですね。アーケードゲームの、初代サムライスピリッツ、ね、今の、最新作の出ている一番最初のシリーズですね。こちらの方を、まあ、普段対戦会など行われているプレイヤーさんではあるんですけども、こちら、今日はね、副業で忍者の方を走ってくれるということで、走っていただいてるんですけど、さあ、3回目のラスボスチャレンジ。次はどうだ？次はどうだ？大促進物。促進物、昇天させれるか？させれるか。これはいい、いい、いい感じ、いい感じ、これいい感じ。もう一度左に折り返せたらワンチャンある。さあここで、ここで飛んで、この辺りもうあと数発、はいクリア、おめでとうございます。はいね、はいはい、まだタイマー停止はまだまだですんで、まだこちらエンディングの方が始まります。はい、残念ながら、まあ、ワンコインクリアにはならなかったんですけども、まあ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 、3回目のチャレンジで促進物をまあぶち昇天させれたということで、まあいい感じではなかったでしょうか。え、そしてプレイ内容としてもね、とても、参考になるような内容でしたので、これはとても良かったでございます。はい、はい、まだタイマー停止まであるんですけども、村松さん何か今のうちに一言とか何かありますかね。ああ、もうボロボロですね。あ、まず配置ガチャがもうダメっていうところもあるんやけど、まあ、そうですね、完全ランダムですからね。このゲームでタイムアタックしようと思ったら、はい、もう11分30秒台とかになってきたら、もうほんのちょっとでも、配置ガチャが悪かったら、はいリセット、はいリセットっていう感じでリセットマラソンになってきてるんで、はい、もう一気死んだらもうやる気がふうふうと飛んでしまうっていう、はい。はい、じゃあそろそろですね、タイマーストップのタイミングが近づいてきましたので、ここの背景と文字が消えまして、この後にジエンドって出ますので、ジエンドが出た瞬間が今、はい、タイマーストップですね。はい、あ、はい、お疲れ様でした。はい、だいたいこちらの方の記録では15分27秒での走破でした。はい、村松さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それじゃあですね、次、はい、じゃあ次のタイトルはですね、ウォーザードの方になっております。奏者はギルダンさんですね。はい、それでは次ウォーザードの方にお任せいたしますので、最後の任道はこれにて終了いたします。皆様ご視聴ありがとうございました。